ミヒです。ナナミです。お願いします。今日はまた ASMR マイクを使って、はい、笑ってはいけないASMR やっていこうと思います。ということで、静かにしながら笑いを我慢する、多く笑った方は何決めてない。いつかの時代でキャミスルーはそんなに重要じゃないの。分かる。まあ、天津飯と、餃子を頼んだんですよ。で、天津飯なんだ。蓋？に。全然話進まない。天津飯の蓋に餃子のタレを出して食べてたの。そしたら一番下の猫がここ来たの、手を餃子のタレの中に入れちゃって、ってなって、もうそれで逃げて家中で餃子のタレの肉球マシアトがいる。あれもずっとさ、同じカウントするんだよ。我々小学生の時どんな子だった？小学生の時、でも小3の時に交換ノートやってて、あのミカコちゃんって友達と2人でやってる交換ノートがあって、それになんか声の絵描いて回して、で次帰ってきたら、でまたおっぱいの絵を描いて、でずっとおっぱいなの。全体を描くのか。あ、全体もちょっと描いて、おっぱいはもうめちゃくちゃ爆乳。爆乳意識があった。多分その時から、爆乳になりたかった。なりたかったんだよ。それがもう叶っちゃったんだ。私もその頃からおっぱい描いてたらさ、もうちょっと爆乳になったかな。なったかも。いや、それこそさ、田舎だったからさ、公園とかにエロ本とかが落ちてて、弟とかが拾ってきたりするの、それを見て、すごいとかと思って、それを真似して描いたこととかはある。描いてるじゃん。しかもそっちなんかさ、見て描いてるからもっと、いや、そのちゃんと描く。ちゃんと描く。裸体描いてた。やっぱ裸体描いてる小学生だったんだ、うちら。誰の新打ち？新打ち、リピコ。新打ちのリピキです。かわいい。やっぱ裸体描いてる小学生だったんだ、うちら。裸体描いてる小学生だったんだ。
2、3個ぐらい出て大暴れしてたのマジでやばかったな、恥ずかしい。この隙間からさ、違う全部止めた後、結局保安検査のところに通されるからさ、全部形もろわかるし、いろんな細長い形がいる。頑張っていきたいと思うので、これからもみなみをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。